つついってプレゼンツのぎついどうも皆さんこんばんはト横コ名人です、えー、本日も東京豪・某所ト横コ名人我が家入をお届けしておりますお相手はいつものように私ト横コ名人と今日もズームで長野からこの方ですはいこんばんは菅本ですまあそろそろボーナスが出た あとなんですよ、今。これ流れてる頃は。あ、この流れてる頃ね。頃ね。うん。どうしようかなパソコン買い替えちゃおうかなどっかなって思ってるんですよ。なんかね、MacBook が何もしてないけどめっちゃ熱くなったりするんですよ。もうそろそろかなと。ただね。もう、もうそろそろですね、うん。ただね、iPhone さんもですね、もう4年目なんですよ。 うん、iPhone も今年新しいモデルが出たら買い替えなきゃいけないんじゃないかなと思っていているようだなまた Mac にいっぱいお金を。 Mac っていうか Apple に上納しなくちゃいけないのかなと思うとちょっと微妙だなーと思ったりもするんですけど、うん、腹立ってる方が一個あるんですよ、パソコン系で。USB Type-C って結構みんなチェアホヤしてたじゃないですか。あの、両方どっちでもいいってやつね。そう、パワードライブ、でもでもそう、PD って言われるパワードライブで、えっと、65W ぐらいの、えっと ゲンンとかっていうなんか新しい技術で AC アダプターがどん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 小さくなってるじゃないですか今アンカーのやつとかもでそれがあるからタイプ C のやつは正義だって言ってタイプ C に僕はすごい夢を描いてたわけですようんうんもう今までのものが全部解決するとこれで全部これで解決するもう、うん、もう電源も、えー、モニターの接続も全部これでいいって言われててで iPhone も今新しいやつはタイプ C になって でああ予約タイプ C 自体は悪くは悪いことで言うとね、モニター出力できるタイプ C のケーブルってなかなか貴重じゃないですか。はいはい、すぐあいつらなんか機嫌悪くなるでしょ。まあ会社のノートパソコンに使ってるのがあのモニター出力するタイプ C なんですけど。うん、あれ、ケーブル買ってきてもなんかこれ映るって言ってたくせに映らなかったりするじゃないですか。うん。 で、ししまた HDMI に切り替えたりするんですけど、HDMI の方が信用できるね、本当に。そう。で、そうなってきたときに、Mac の新しいやつとかって、うんと、MacBook Pro になると、なんかまた HDMI が付いてるんですよね、今。僕のこのインテル Mac の最後のモデルのやつは、HDMI 付いてないんですよ。でもこれすごい僕気に入ってて、何かっていうと、 USB Type-C が4つあるんですよ。で、今の MacBook Pro 新しいやつ見たら3つしかないんですよね。で、MacBook Pro 高いから MacBook Air にしようかなと思ったら MacBook Air はなんと USB Type-C いくつだと思いますか、坂本さんつ。<'s> 正解。2>, <laughs> しない2つじゃない2つじゃちょっと、みたいな。で、会社のパソコンは、えっ、ー、と、USB Type-A1 HDMI USB Type、USB Type-C2 つなんですよ。うん、せめて3つ欲しかった USB Type-C は。いろいろいるじゃないですか。やっぱり充電するでしょで、モニター繋げたかったり充、なんか充電したりとか、ば、給電ももちろんあるけどし、でもほぼ全部スロット埋まってる状態なんですよね。なんか、マウスの接続があんま良くないから、あの、ドングル付きのね、USB Type-A のレシーバー使ったりとかする場合もあるから、 ほぼ全部埋まってる穴という穴は全部下がってる状態なんですよ。って考えた時に、USB Type-C のハブを買ってきたらいいんだって思うじゃないですか。うん、USB Type-C のハブをまた探しに行くんだけど、結局それってまた給電したりする必要もあったりするから、実質は一口だけ増えたにすぎないんですよ。ハブって言ってるくせにね。で 本当にもっといっぱいつなげたかったら、ドッキングステーションみたいなもんになって、89000して、しかもそれ外部点検いるみたいなやつになっちゃうんですよね。あれ、USB Type-C ってもっと便利になるはずだったのに、ドッキングステーション買わなきゃいけないようなもんだったのみたいな。ドッキングステーション別に外に持っていけるわけじゃないじゃないですか。なんか思ってた見ないと違うなっていうところで。じゃあ、ド,ドッキングステーションってもうね、うん。 レノボとかシンクバットで言ったら X61 とか。そうそう。いや、違います。ドッキングステーションっていうか、あの、なんかよくわからん、あの、小さいミニタワーパソコンみたいなステーションみたいなじゃないですか。モニターも全部つなげる。はいはいはい。あの、ルーターかハブかよくわからんみたいな大きさ。うん、ああいうのを買えば、僕の言ってることは全部解決するのかもしれないけど、もはやそんなパソコン置くんやったら、もうデスクトップ買うわ、みたいな。まあね。 うん、で、そうなってきたときに、じゃあ、僕らが一番そのいろんなスロットがあって、信頼できるといえば、うん、レッツノートじゃないですかまあまあ、それは人それぞれでしょうけど、うん、僕も列ノートやと思います。俺たちの列ノートがあるでしょう。堅固というか、堅牢性というか。堅牢性でね。って見たら、列、うん、ノートも USB タイプ C、2つしかないんですよ。なんかあるんじゃない ?2 つしかつけられない、なんか理由が。 いやいや、だって USB って何台接続できますかっていうと理論値だと128台まで繋がりますよとかずっと昔から言われてるわけじゃないですか。そんなやつげてる、ね、やつ見たことないけど。うん。絶対電源不足になって不安定になるなと思いますけど。そうそう。それがスカジーではない、できないことやったからね。そう。そう。スカジーではできないことができる USB だったはずなのに。スカジーな えっと、あれ8台でしたっけなんか,ううかな18台か16台か、うん、で最後にターミネーターって言われて、うん、あ、ターミネーターって最後にやる機会のことターミネーターって言うんだっていうのは、うん、スカジエのあの爪のところでなんか操作するっていうのが、うん、ああ、こういうことだったんだ、すげえって感動しましたよね、うん、若い時ね、うんうん。そもそもそれつけへんかったら何かあんのかって言うたら別になんか何もなかった,何もったような気もするんだけどね。<laughs> もうねあの ネットっていうか PC 老人会なんでしょうけど、これもね。うん、そうなんですよ。だから USB Type-C って、いろんなこと言ってる割には、なんか、なんかちょっと Mac にも失望したし。うん、だって僕今使ってるのが USB Type-C のスロットが4つなんですよ。だからこれは僕結構感動して、うん、この1個前のパソコンって MacBook12 インチってやつで、うん 初めて USB 端子、チーの端子を使った Mac なのかなこれってね、スロットが1個しかないんですよ。何もできない <laughs>。だからそっから充電だけ。充電だけ。充電、充電するか、充電したければ、えっ、ー、と、充電できるタイプのハブを買ってきて、そっから拡張しなさいみたいな。なんかシンプルの極み、め、でめちゃめちゃ軽いノートブックで、まだ、あの、動くように保存はしてるんですけど、もう OS のアップデートはできないですけどね。うん だからそっから4つになったから4つじゃないと嫌だみたいなやっぱあるんですよね。で、USB ってもともとこれ、あの iPhone がライトニング捨てたのもヨーロッパのよくわかる、ヨーロッパの規格ってよくわかんないじゃないですか。ローズ指令なんとかとかなんかそういう環境配慮とかいろいろあるわけでしょで、USB の規格を揃えなきゃいけないっていうのは 充電器を無駄に作って、それを廃棄させてはいけなくて、これはサスティナビリティじゃないよ。環境に良けないよって言って、まあ、また欧米人が企画を定めたわけでしょまあ、多分ね。うん。ま、あいつらほら、ルールとか企画とか作るの好きだから。うん。うん。うんまあ、それのおかげで僕らもそれを享受できて、タイプ C とか USB でいろんな電気動いて、変なグッズとかあるから、それはそういう楽しみさせてもらってるからいいんだけど、 なんか機弁だよなーっていうところもあったりしていていろんな企画作ってはなんか中身が微妙に違ったりするからモニターが映ったり映らなかったりしてなんか多分2025年度以降でのなんか電化製品はあのガジェット系は絶対 USB タイプ C でそれで充電できなきゃいけないみたいな感じの企画になるみたいですねこれからね厳しくなっておお、うん うん、ほら、でまた、ヨーロッパ人信用できないじゃないですか、F1 でも、はいはい、スキージャンプでも、うん、EV でも、柔道でもね、柔道でも、自分の都合悪く荒々なったら、はいまあ、唯一、うん、日本人の被害妄想は、多分スキージャンプかな、いや、柔道でしょう、柔道かな、うん、それ一本ちゃうやんとか思いますもん、<laughs> それは、それはルールの判定の話でしょ。うん、<laughs> でも スキージャンプは、なんか日本人は、あの、身長が低くて、なんか身長高い欧米人寄りにルールが改定されたんだ、みたいなと、うん、言いますよね。言うけど、でも、うん、 北方の人間の方、日本人より背低かっ,ったりするようなっていうのもあるから、一概には言えなかったかなっていうのは。そう、なんか、あの、よくね、その、背の低い日本人が長いスキー板を使うのは卑怯だって言って、うん、背の低い人間は背の、あの、短いスキー板しか使えなくしたんですよ。あの、百何パーセントルールみたいな、僕は去年、坂本さんと、うん、白馬行った時に書いてましたもんね、それね。そう。うん、で、それでもう日本人が被害妄想を爆発させて、うん、日本人はそれで優勝できなくなったんだって言って、 言ったら、その時一番強かったやつが日本人の性低い、ね。<laughs> こともあったんですけど。うん、でもまあ欧米の人たちはそういう風にね。すぐルール変えちゃうから、うんま、そう欧米の人は欧米の人でなんか被害妄想を爆発させてて、うん、日本人は和式便所を使ってるから強いんだっていうことを言ってたからね。あ、スキージャンプはうん気張る。体制で毎日あれで立ち上がってるから。いやでもね。僕唯一今思う時あって。 うん、日本人の寿命、これから短くなるんじゃないかなと思ってるんですよ。あ、俺も。うん。うん、だって、和式トイレで鍛えられてないから。<laughs> そう。<laughs> たまに和式便所入った時に、めっちゃ足くるじゃないですか。い。立てないからね、たまに。うん、あれ、あなんかつ、つかまないと立てないから、ね。あれ、うちのおじいさんとかおばあさんとか、85、6とか90まで生きてて、うん 死ぬ直前まで和式便所で用を足せてたって、すげえなって思いますからね。昔のやつって、あの、水が上にあったから、あの、上の地に引っ張らないと水落ちないからね。そう。で、あの、クソ硬い紙でね。うん。お尻も、うん。トイレットペーパーじゃないからね。もう本当に僕は、あの、母方の緑橋のおじいちゃんのおばい、この嫌でしたからね、トイレが大変やったから。和式がね。和式の、まあ、元からはうちも和式でしたけど、ちり<ー>紙も硬かったな。あれ、ちり紙って、 だももんんねねねでしたもん、ね、当時、ね、だからあのまず手でこうちょっと柔らかくしないとねっていうしかも寒いしうんであの背中を無防具にさして <laughs>、ね、もう精神的にも辛いし体的にも辛いだからたまに外行って和式座るじゃないですかお腹痛い日とか大変ですよねいやもう立てないもん本当に地にもなる可能性高いしねあれやりすぎると。 もういやよく向かだからあの下手したらあまりにたあの辛いから、うん、ちょっと腰浮かしたりするじゃないですか、うん、完全にお尻を下ろせないっていうね足首硬すぎてそうだからねうんこスファーリを強制的にできるっていうのは幸せなことだったんだなと思いますよ幸せではないですけどいや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  で何の話でしたっけあ,あそうかそうか USB の話ですねそうそう,そうだから外国人は <laughs> 人は和式便所だからっていうねうん、うん、いや<も>まあいろいろ言うんですよ彼らはでも USB、まあ、タイプ C の前を別に日本人が企画を作ってたわけではないでしょうそうそうそう使ってたわけではないしマイクロんとかでもそうそうでもその前言うたらソニーが勝手に独自に、うん、MG スティック <laughs> でも USB の前の メモリースティックか、うん、あれぐらいかな独自企画ってまあそれを考えるとね環境系の問題とかいろいろあるんだなーっていうのをちょっと思いを馳せているとですよねなんかあるんでしょうでもやっぱ今まで使ってたようなタイプ C のところに刺したらタイプ C が一気に4つに増えるみたいなあえー、っとそれがないんですよないのそれが2個しか増え実質1個しか増えないんですよハブはあるんだけど で、それをもっと4つ5つ増やしたいんだみたいなこと、僕みたいなこと言ってるやつは、うん、そのタワーみたいなやつ買わなきゃいけないんですよ。<laughs> OA タップみたいなめっちゃでっかいやつ使わないといけない。昔のマイクロ何度かやったらあったでしょそう。それは USB タイプ A はちょっと増える、うん、3つぐらい増えるのはあるんですよ。ですよね。うん。C から A 複数っていうのは結構あるんだけど、うん、C を増幅させるタイプのハブが本当にないんですよ、うん、探しても。 ないんだ、うん、アンカーでもアンカーでもないじゃあないわもうちょっと僕タイプ C に絶望していて Mac <laughs> にも絶望していてあのタイプ C のスロットが多ければ多いほど嬉しいからそういう WindowsPC があったらそれ買うかもしれないですねノートパソコンで軽くていいのがあったら タイプ C なんて別にあのどこにそろっとらあってもいいんやから。そう。周り全部つけるやと思いますよね。<う> <laughs> まあなんか集合恐怖症みたいな人になったらちょっとギュってなるかもしれないけど<う>。<laughs> 全部穴開いてるっていうね。う怖いよ。こ <laughs> に入って大変やみたいな。うん。まあそんなねか、まあ多分環境のことがあるからタイプ C になって、タイプ C もいろんな、多分タイプ C 以上にタイプ D とかってなることってもうないような気がするんですよ。あの形状になったら。 中身は変わるかもしれないけどね。全部あの、介護感に対応できるようにアップデートしていくような気はするんですよ。まあでも聞いてると本当にあのタイプ C って、なんかその、うん、まあもちろんあの、裏表ないだけで、使い勝手は悪くなっていってるような気がしますよね。実際に機械、あの、多いのはタイプ A の機械の方がまだまだ多いですしね。大変なの USB メモリを Mac につなげるときにアダプターいるんですよね。タイプ C タイプのメモリってまだまだそんな多くないから。 うん、いや使いい勝手悪いな、うん、だから早く行くんだったら一気に切ってほしいんだけどタイプ A まだまだんかアップルも責任取って、うん、スカジーみたいにそのタイプ C つけたらそのつけた先にもまたタイプ C つけられるみたいなうんうん術つなぎ的にねなんかね、うん、美女,美女つ術つなぎなのかムカデ人間なのかわからないけど <laughs> <laughs> まあでもアップルは タイプ C っていう名前のサンダーボルトとかって言ってたりしますからね <laughs>、よう分からんアップルは、本当に。いやでも、そのノートパソコンでその外部のやつをつけれる、うん、だテレビ買うときでも思いますからね、うん、い今時そのとブルーレイだとか、そのファイアスティックとかいろいろあるじゃないですか、うん、いっぱい。うんうん、でも4つぐらいしかないでしょ、そ<う>実際のところ。もっとスロット欲しいんだよ、本当。スロット、今やったら最低6つでしょ。欲しい。 ゲームとかいろいろ考えると、いや、もちろん、あの、セレクターみたいなやつも売ってますよ。うん。めんどくさいやん、そんなん。もうだからあの、ほかのとこ手抜いてもいいから、スロットだけ増やせ、テレビも。ゲオとかね、あのドンキとかたまに安いあのモニター売るんですけど、安い割には性能がってか言うけど、別に性能はどうでもいいから、うん、スロット増やせと。スロット、もう後ろ、本当にもうあ、あ、ちょっと見たら、ちょっとなんかトローマになるぐらい、その、穴開いてる。<laughs> いや絶対そっちの方がなんか嬉しいんだけどな,なんか16個ぐらい歩いてるわこれみたいなだってハウ持ち歩くわけにいかないですからね <laughs> いやそれだけで俺それ買うと思うやんなうん,うんまあなんかできない理由がおそらくあるんだろうな意外とタイプ C の扱いって設計上難しいのかもしれないなっていうのはなんかパソコン見てても思いましたねすぐ消えるもんねすぐブラックアウトするもんそう モニターはね、もうなんか怖くて、うん、タイプ C でモニターつなげれないやでも俺、俺、今、ノートパソコンにあのモニター2台つなげてるので、うん、どっちかはタイプ C じゃないですか、うん、もうね、右側のモニターがね、もう本当にこう、今、今打ちたいって思うときに消えるんですよ。で、5, <laughs> で5秒ぐらい、5秒後ぐらいで復活するんですけど。うん でな,んかこうなんでこれ消えんのかなって言ったら二台つけてるからじゃないみたいな。でしょうね <laughs>、うん。電源の問題というか、うん、電力不足なのかな。よくわからないけどね、でも必ずその、うん、タイプ C の方が消えるんです、まあ。間違いなくタイプ C ですね、それは。は <laughs> タイプ C でしょ、やっぱり。うん、まだ成熟してないのかな、<laughs> 本当に。 人柱かそういうのをいろいろ調べてるとヨーロッパがいろんなこと言ってるなっていうところなんですよこれやっぱ環境系の話で,はい、はい、で環境系の話でちょっといろいろ見てたら、まあ、今菅田将暉がヤマト運輸のコマーシャルやってるんですねうん、うん、久々に須田君って全然僕ラジオずっと聴いてたからオールナイト好きなんですけど「黒猫ヤマト」の歌を歌ってたんですよ 黒猫ヤマトのカーボンニュートラルだっ海藻卓球瓶って言ってるんですよ。うん、カーボンニュートラル。まあ、脱炭素というか、炭素を、二酸化炭素を使ってないような卓球瓶がっていうので、僕はこれ、カーボンニュートラル配送のグリーン電力的なものを使った 宅急便が出来上がったんだろうと思ってたら、そういうふうに理解しますよね、これ見ると。なんかあの、屋根にあの、太陽発電つけたような。ダッシュ号みたいなダッシュ号みたいなやつで壊るわけでしょ。そ,うそ,うまあ、それは、それはできないから、 基本的に、うん、えっと、このカーボンニュートラル卓球瓶っていう緑色の伝票でやると、それに乗っけてくれて割高になるけど、宅配の日数もあとプラス1日ぐらいかかるけど、カーボンニュートラルなんだよっていうことをちょっと想像しませんでした。全然わかる。うん、たら何やったら、うん、あの、このトラックに乗せるときは、放送なしみたいなね。うん あ、あの、お中元の会員放送みたいな。そう、もうあの、だからもう段ボールを使用禁止っていう。<laughs> そうそうそう、裸のままで送るみたいな。うん。その代わりあの、一つのトラックにめっちゃ詰めるから。<laughs> ちょっと、ちょっといいでしょそういうカーボンニュートラルか。いろんな考え方があるかなと思ったんですけど、これはカーボンニュートラル高、卓球瓶っていうのがあるわけではなくて、ヤマト運輸の と、はい、宅配のメインの3つの商品はカーボンニュートラルを意識したもんになってますっていう企業広告だったんです。お分かり全然分かんない。かんない。まずそもそも、うん、カーボンニュートラルとはっていう話から説明しなきゃいけないですか。カーボンって鉛筆の芯みたいな。そう。炭素っていうことですから、二酸化炭素の話をしています。うんうん で、カーボンオフセットっていうのを聞いたことありますよね。うん。カーボンオフセットっていうのは、まあ、CO2 排出を極力少なくしなきゃいけないね。企業姿勢としてはそうあるべきだ。営利団体の企業としてはメーカーもサービス業もそういうことを意識して,してやろうね。環境に優しいことをしようね。で、 カーボンオフセットっていうのは、自分たちが炭素排出を、二酸化炭素の排出を削減でき、目標時まで削減できなければ、ば、自然エネルギーを頑張って作ってるところにお金を払って、そうん、その技術開発とかに、開発に協力するお金を払って、排出権のお金を払って、実質 CO2 を出してない見なしにしましょうっていう仕組みなんですよね。 もっとわかりやすく言うと、このコンサートはグリーン電力で賄われてますみたいなでてたまに言ったりするでしょなんか意識高いアーティストが。言ったことないけど。ないないけど、例えば FM でもよくあるじゃないですか。この放送はエクエシカルなグリーン電力を使って放送しています。JWAVE みたいな。はい。で、あれってグリーン電力を使ってますって言っても、別になんか水素発電しているところとか空力発電しているところは電気を直接引っ張ってきて、 ででできてるわけではないんですよってるんです、ね、東京電力からグリーン電力枠みたいなものを証明してもらうのを買ってちょっと割高な電力を払ってやってるってことなんですよね。いや、どこまで行ってもエネルギーって見なしの頭の中のやり取りなんですよ、結局は。うん、うん。だから、電気っていろんなところからまあやりっくりして送電してもらったりしてるわけじゃないですか。 みなしなんですよ、ところてんみたいな、大きなバケツの中に電力っていうもんがあって、まあ、長野の山奥の水力発電のところから僕のこのうちで、坂本さんのそばでできたグリーンの電力を使わせていただいてますっていう証明を東京電力に払ってする、そういう枠組みの,あのやり取りがあるっていうことなんですよね要はあのー、この前、近所の,あの草むしりに参加せえへんかったから。 1500のデブ金を取られたみたいな、うん、そんな感じ <laughs> そういう感じだから結局はあくまでも見なしなんですよ本当原理原則で言い出すと、うん、みんながこれ言い出したらカーボンニュートラル発生卓球瓶っていうんだったら本当にあのダッシュボーみたいなやつで運んでくれないとダメなんですよ うん。うん。だから、みなしで、ヤマトウのメインの3商品かなは、一応全部そういうふうな、あの、ことをして、やってるもんで、そういう証明書もカーボンオフセットもできていますっていうことらしいですよね。はいはい。だから、カーボンニュートラルっていう、カーボンニュートラル思考で、別に排出量ゼロにはなってなくて、今努力して、えっ、ー、と、実質ゼロにしていきますよ、みたいなことを言ってる、みたいな。 だからこの今世の中はエシカル消費は何だっていうことは意識高いことは言っているけどもなんか当てにならんよなーっていうところもあってあとはこれってあの見なしのそのやり取りできるさっき言ってたそのこの電力はあの風力発電で賄えてますみたいなことを言うための仕組みであったりとかあのそれこそ出不足金のお金を坂本さんが払ったように。 企業が、その大きな企業は、目標を達成できなかったら、そういうふうな、あの、自然エネルギーを開発しているところに対して、お金を払ったら、帳消しにしてあげるよ、みたいな仕組みがあって、それは J クレジット制度っていう国がやってる制度があるんですけど、そこでやり取りをするんですって、今。だからそういうことをやって、まあ、デブ側を払うっていうのが、今の仕掛けみたいで、まあ、ヨーロッパもこういうことをずっとやってるんでしょうね、なんかね。 一つご質問があるんですけど、出不足金というかね、あのうん、自分とか何もできないけど、そう頑張ってやってるところから、うんまあ、買ってる体にしてお金を払うわけじゃないですか。で、買ってる体にしてお金を払ってる企業はいっぱいある,あるわけでしょ。だから、売ってるその自然エネルギー的なところの電気は。うん 本当に電気の量としてそれだけの企業の電気を賄えるだけ発電してるんですかいや、えっ、ー、と、発電してるかしてないかっていうと、発電してない場合の方が多分多くて、うん、その辺の技術開発をしていますっていうところも多いみたいです。プロジェクトで。じゃあもう、あのー、 なんかペットボトルの中で水入れて、これが未来の電気みたいな <laughs> そそのあの、アントンハイセル的な話ではなくて <laughs>、そうそうそう、そういうところに金払えばいいわけ、うん、そういうことみたいで、だからそこでいろんな、あのいろんなところがこのソーラー発電で、日本の景観が汚されてるっていうのも、その辺のからくりがあるからなんですよね。うん だから本当にそれが電力どれだけ発電してるかどうかもわかんないんですよ。もうそれがもう太陽光発電が壊れてても初期にある程度やっちゃえば計測されてるかどうかって微妙なことも結構多いみたいなんですよね。で、一個本当にそれがもうちょっとテクニカルなものになってくると、えっ、ー、と、この電力がねいくら発電されてますっていうのをこの IoT の機械で,で、えー、と通信して 今これぐらいの電力を発電してますっていう電力会社に申告していって、本当にその数字のやり取りをしているような事例っていうのがあるんですって、今世の中には。<の>で、それが、その計測する IoT の機械が中国製の機械で、えー、っと、そこが バックドアってよく言うじゃないですか。その、ハッキングできるような仕組みにしていて、機械、ハブみたいなやつに。うん、で、そこで、数字の改ざんをして、余計にお金を国から騙し取ってたやつがいて捕まってたみたいな話があったみたいです、最近。で、一時、あの、河野太郎がデジタル庁でなんか、あの、この辺のグリーン電力のやつで中国系のアドバイザリーみたいなのでや,やられてて、 中国の,あのシンクタンクのスカシが入ってる資料が流れて問題になってたじゃないですか。あの辺でこういうことだったんですよね。だからその辺の完全化ののところにやられると、金を抜かれて騙される可能性もあるから、そういう機会からは、あの、外国製の機会は弾いておかないと、公平性が保てないし、 どこまでも行ってもみなしでやってるところだから、本当にうまいことできるかどうかわかんないし、電力の二重カウントみたいなもんもあるわけでじゃないですか。結局はこの排出量を買いましたって言って、 なんかね、抹消処理みたいなのがあるんですって、電力の枠の。はい、抹消処理を忘れた場合やったら、それもう一回どっかの企業が空手方みたいな感じで、なんか、一つの枠なのに、二つ三つの企業がそれ買っちゃうみたいなことだったら困るわけじゃないですか。もうなんか電気の話を聞いてるの、先物の,の話を聞いてるのかわかんないいい、言い方です。 先物に近いんです。なんだ、お衣装が来んの電気やのに。<laughs> う<ー>ん <laughs>。とね、もうそうなってくると僕すごい金融リテラシーの低い人間だから、もう訳分かんようになってくるんですけど、さらに。さら両替書って言ってるもんね。もう、こう、そういうことで、またもう、悪い奴が出てくるんですよ。脱炭素価値両替書というサイトというか、これが実は、東証の市場に先物取引みたいな感じで、 脱炭素のカーボンクレジット個人がビットコインのように運用できる世の中が今来ています。CO2 を、うんま、実際には目の前ないんですよ。ビットコインみたいなもんで。うんうん、う核のものを取引するんだ、この市場で。うん、そう。だから、それはまんま、まんま先物やん。排出権を、排出権の枠を資産化するってことなんですよね。うん、ビットコインのように。これは上がるでしょう。 そうだから坂本さんね、とりあえず10万,ぐらい10万か20万ぐらいっといたほうがいいかもしれないですねでも、今、ほら、一応ね、うん、あのビットコインとかの値段を毎日、昼休みとか見るじゃないですか、うん、一応ね。見てるんや。<laughs> ああの今まであのメルカリで売ったほうが全部ビットコインになってるから、うんでまあ、上がったり下がったりとかしてるわけ、別にあの上がっても別に売ろうとか特にないからね、うん、あのそのまましてるけど。 これから昼休みにはビットコインと CO2 の値段も見ないといけなくなるんですね、そう、<貝>さんはね、彼は。面白いじゃない。うん、でももう、<で>これって。会社で言えるんでしょあの、なんか今やってるんですかって言ったら、ちょっと CO2 ね。そう、多分ね、ロ,ローラがまた CO2 の上に CO2 を作らすとかって言うんですよ。<laughs> そう。CO2? とかなんかすごい、すごいいい発音で言ってくれるんでしょ。別にローラローラ,ローラが言うんだから間違いない。ティブじゃないからね。あの、カーボンクレジットっていう。 考え方らしいんですけど、うん、まあ、言うてもね、うん、ビットコインであろうと、株であろうと、もうそもそもお金であろうと、うん、みんな架空だから、うん、みんな寝てるだけだからね、気づいてないだから。お金も架空っちゃ架空ですからね。架空ですからね、みんな分かってるんですよ、全員で目覚ましたら、妨害するって分かってるから、うん、起こすなよって言って、みんなでやってるわけじゃないですか。 うん、だから別にいいんですよ、なんでも、それこそ本当にあのヨーロッパがね、今日からチューリップっていえばチューリップになるし、うん、<laughs> 今日から CO2 っていえば CO2 になるもう,もう本当に嫌だなって思ってまあヨーロッパは本当に、ね。ヨーロッパ都合悪くなったら、なんでもすぐあのバス停動かしたりするじゃないですか、なんかするするだからねきっとね、あのこれからあのものすごい安村さんとかが爆笑取り始めたから、うんうん、パンツの大きさとかに規制かけるようになるよ。 パンツは膝までとか、怪しいなーと思ってこういうの見てて、まあ、結局はみんなこうやってあるから、みんな暗躍したりとか、でもこう,こういうのを見たら、まだあるあでしょ、あの東京で消耗してるのの人が、うん、行き早これからだって言うかもしれないですや、そう考えると面白いですね。 ちょっとなんかでもね、あのーうん、僕は別にあの投資にそんなに興味はないんですけど、うん、これにはちょっと惹かれます、この脱炭素化、価値ですか治療外書っていうん、怪ししいでしょなん,なんかこの北浜っぽいところ、北浜っぽいところがね、うんうん、なんかこう、なこの先物取引的な、そう、なんか言うんでしょ、もうこれから銀座みたいなやつが、うん、もうわしは明治からずっと CO2 を見ておるんやみたいな。<laughs> いやだから本当に、まあ、こういうふうな枠組みがあるからこそ、あの、頑張っていろいろ減らさなきゃいけないとかっていうのもあるかもしれないけど、別に、原理、だ僕はどちらかというと、生き方としては、急がば回れっていうことを思うことが多くて、なんか、もう僕、あの、回ってる時間ないので、<laughs> もう僕はもう、あの、この、カーボン・クレジット市場の,あの池田勇人として、頑張ってもらいましょうか、<laughs> 池田勇人として。 というところでね、まあ、こういうのがあるから、うん、僕は本当はもうなんか、ガソリン車とかハイブリッドでやるのが一番近道のような気もするし、なんか、なんか健康のためなら死ねるみたいな感じの、なんかベクトルに向かってそうな気がしてならないんで、そうですよ、だって極端の話、みんな行き止めろって言ってるんでしょ、そう,そう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 、究極は。うんでもあれなんでしょ、うん、もう世界中の人間全部集めても、 多分アメリカに住んでる牛の方がひどいっていう話ですからね。うん、というところで、まあ、こういうこともあるっていうことが分かって USB タイプ C の話からカーボンニュートラルの話から脱炭素両替所っていうところまで結びついた今週だったんですけど、うん、とりあえず10万ぐらい買っとこうかなっていうことはちょっと思いましたね <laughs>。いやでもビットコイン出た時も思ったじゃないですか。うん。怪しいって。 みんな目覚めてないから大丈夫ですよ。うん、多分ん、たぶ坂本さん言う通り、うん、普通の貨幣もそうですから、うん、みんな目覚めたら、え、髪切れやん、これってなりますからね。いや、だからそれがね、こう南米とかどっかいろんなとこで、突然、リラとかみたいな感じになったりするわけですよ。うん、そ,うすそうです、そうで、ん、す。だから、これから時代は、脱炭素、価値両替所 CO2 ね。そう、こういうふうにね、あの、証券取引所でも、 こういういだからこれあれ先物と一緒にあの市況に出てくるはずですけどねこれからね出てるのかな今よく分かんないけどいや出るでしょう何でも商品にしますからねねうんなんか多分もうこれが市場が開設されたのが去年の10月ですか、ね、そ,うそ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 う最近ですけど結構今動いてんじゃないですかもうねまあ見たいなと思いますはい、はい、それでは皆さんおやすみなさいさよならさよなら